ご近所さんの気楽なステージ。コーヒータイムの坂本です。職員の斉藤です。はい、それでは今日はじゃあ歩きましょう。今朝霞駅の改札を出て左に出まして、駅の中をこれ誘導ブロックですかに沿って歩いてて、最初に上りのエスカレーターと隣に階段があって、エレベーター、その先にエレベーターですね、ここね、はい、あ、エレベーター乗りますか。いや、その先行きましょう。はい、エレベーターの先にお店ありますね。何ですか。右側は本屋さんです。左は星のコーヒー店っていう、あ、コーヒー屋さんですね、はい、それ終わるとまたエスカレーター、狭いエスカレーター、上りのエスカレーターがありますので、それを今下ってます。今エスカレーターでもうすぐ終わりますけど、俺のところへ近づけててください、はい、下りで下って左手にバーガーキング、バーガーキングですね。はい、バーガーキングが今斉藤さんが説明してくれて、そのエスカレーターを降りて右に曲がる と、ピヨピヨのスクランブル交差点がありますので、このスクランブル交差点を斜めに渡ってもらう、はい、ですよね、はい、それで今斜めに渡るスクランブルのところを、最初コーヒータイムがやってるレモンの木まで、ラジオ機の皆さんに紹介します。特に視覚障害者の人になんですけれども、今信号が変わって渡ってます。斜めに渡ってます。斜めに渡り終わるとちょうど、スターバックスの前ですね。そうするとまた点字ブロックがありますので、その点字ブロックに沿って来ていただくと、今の、スターバックスの隣が、工事コーナーですか、はい、工事コーナー。おお、風が強いか、工事コーナーがありまして、その隣が松屋という牛丼屋さんですね。そうするとそこにまた右へ曲がっていく道がありますから、そこは無視してまっすぐ点字ブロック上に来ていただくと、その隣は何ですか。これは、ビル、あれです、不動産屋。不動産屋さん、はい、不動産屋が2軒並んでて3軒もある、はい、そう、3軒もある、ね、3軒もある。とにかく今点字ブロックの上をずっと歩いてます。3軒目の不動産屋さんの隣が薬局です。薬局です。処方箋の薬局ですね。そこをずっと点字ブロックが右に曲がるように、扇状に
引いてありますので、さらにその点字ブロックに沿って点字ブロックの上を歩いてきてください。そうすると最初に保育園ですね、右側が、右側保育園です。それで要は点字ブロックの終点がコーヒータイムがやってるレモンの木という生活介護の施設になってるので、ここ終わりですね、はい、そしたら右に曲がってもらって、その点字ブロックのまま行きますと柱になっちゃうんでそのちょっと左にずっと一番奥まで来ますとエレベーターがありますので、エレベーターで3階ですね、はい、3階まで来ていただくとレモンの木です、一応そういうことでレモンの木はここにありますので、視覚障害の人でも点字ブロック上に来れば、自然にレモンの木に着きます。それでは戻ります。戻って、またさっきのスターバックスのところ、スクランブル交差点ですね、そこまで戻ります、はい、今点字ブロックの上を歩いてますので、平気でこうやって歩いてますけど、実は僕坂本も視覚障害なんで、杖で隣に職員の斉藤が一緒にいてくれてますけど、ここをまたな逆ですから左の方に点字ブロック上に行きますと、またピヨピヨの突き当たりがスクランブル交差点です。今日は市役所のとこまで案内いたしますので、はい、お願いします。今点字ブロック上を歩いてますね。ピヨピヨ聞こえるかな。もうそこがスクランブル交差点で、斜めに渡っていくとさっきの駅に着きます。スクランブル交差点のとこに来ましたらもうすぐ着きますけど、ここがそうですね、はい、スクランブル交差点の突き当たりのところに来ましたら、先ほど駅から来て斜めにスクランブル交差点渡りますよね、斉藤さん、はい、そしたら今度また今度は左にまっすぐ歩いてもらうんで、左側がスターバックスがあるビルです。先ほどのそのビルの中の2階がデニーズになってます、はい、それで下が地下が花の舞でした、はい、居酒屋さんですね、はい、今点字ブロック上に歩いてます。市役所の方に向かって、今点字ブロックがなくなって、スペランツァのマスター、あ、どうも、どうです、今そこ道になってて左行く道です。その先そのまままっすぐ来るとここ居酒屋さんです。ひじり亭という居酒屋さんです。その先が銀行ですよね、みずほ銀行です。その前までは歩道があるんで点字ブロックが引いてあって、みずほ銀行終わると左行く道がありますけれど、ここはもう点字ブロックなくて、ここから先は歩道がないんで、
点字ブロックは引いてありません。で最初のお店は、ビストロバル。ビストロですね、飲み屋さんですね。朝霞のビストロボコ。ボコですか、はい。その隣は、その隣はクリーニング屋さんがあって、クリーニング屋さんがあって、右手に夫婦ラーメンがあります。あ、夫婦ラーメン、はい、反対側は帰り行きましょう。はい、分かりました、ね。はい、最初市役所の方に向かって、はい、今ビストロの隣が何屋さんですか。クリーニング屋さんで、その隣は薬局屋さん。薬局屋さん、その隣は朝日生命、はい、朝霞ビル。朝日生命ですか、はい。ここね、歩道がないから、ね、端っこ歩いてもらうしかないんです。危ないですね、下がガタガタだし。そうですねはい、その隣は、はい、その隣は、また不動産屋さんがあって、はい、その隣はお茶屋さんですね。 お茶屋さん、はい、お茶っ葉、普通のお茶っ葉のお茶、はい、お茶、お茶ですね、はい。おお、道路もちょっと、はい。その隣は、その隣は駐車場が、駐車場ですか、はい、はい。その隣は、今ちょっとシャッター閉まってる、はい、酒屋さんです。やってるんですか。やってなさそうだ。今日はお休みですか。はい、そんな感じです。あ、なるほど。そしてまた不動産屋さんがあって、不動産屋さん多いですね。多いですね。その隣は今工事中です。工事中、はい、家を建ててんですか。そうですね、そんな感じですね。その隣に西武バス株式会社、うん、朝霞駅南口案内所。あ、西武バス、はい、定期券とかが買えるみたいです、ね。あ、なるほど、はい。そういうことか。その隣は、なんだろうな、何もない、お花が植わってます何もちょうどちょっと広めの道路で、ああ脇にお花が植えられてます。ああ、なるほど、はい。その隣が、さあ、お家かな、お家、普通の家ですか。はい、そのようですね。ああ、なるほど、はい。その隣もお店だったのか、シャッターがでも閉まっちゃってるので。あ、シャッター商店街ですからね、はい。その隣が今お花屋さんに来ました。お花屋さん、はい、内出園さん、はい、内出花園さん、内出花園さん。その隣は普通のお家で、普通、結構普通のお茶あるんですね。まだあるんですね。その隣が、その隣は駐車場で、はい、その隣はタバコ屋さんです。タバコ屋さん、はい、昔ながらの、あ、人がいるタバコ屋さんですね、はいはい。その横に朝霞の朝霞支え合い事業、ホット茶屋朝霞っていうところが、ホット茶屋、はい、ホット茶屋ってちょっと入ってみます。やってます、物品販売のみ、お茶とかはない場所なの。今はコロナの今、はい。じゃあちょっと入ってみましょう。入ってみますか。なんてお店でしたっけ。ホット茶屋。ホット茶屋か。よし、段差が伝わります。段差が、あ、シャッターが
しまって。こんにちは。すいません。コーヒータイムの坂本です。どうも。今ちょっと録音してるんですけど、はい、ラジオ用に。ここはホットジェアですよね。普段はコーヒーかなんか飲めるんですか？はい、お休みしてますけれども、ああ今あのコロナの感じ、はい、感染防止のため飲食はお休みしてます。ああそうなんです、はい、じゃあ普段だとコーヒー一杯いくらなんですか、こちらのお店は。いつもは一杯250円です、ね、あ安いんですね。ソフトクリームがいろいろ種類があるんですね。そうですね、季節の商品もありますし、あの定番はバニラと抹茶なんですけども、 あ、 そうなんです。あと季節によって今だとストロベリーとか。ストロベリー、あ、はい、いいですね、いいですね。ちょっと今はちょっとお休みさせていただいてます。あ、今は食べられないんです。ごめんなさい、すみません。いえいえ、醤油ベリーっていうのがあるんですか。そうですね、塩味醤油さんのこちらのお醤油を使ったベリーですね。すごくあの人気で、すぐなくなるんですね。醤油ベリーがあります。醤油の味するんですか。あの醤油が入って、あのお豆が入ってて、みたらし団子のような、ちょっとねっとりした、さっぱりではなくねっとりした感じの美味しい感じですよ。そうなんだ、はい、なんかしょっぱいような気するんですけど、すごい人気でもうすぐなくなっちゃうんですよ。今あと2つだけ残ってますけど買ってみます。でも売れないんでしょ。いや、これは多分、あ、これは売れます。ちょっと今2個しかないんですけれども。じゃあ2個買っちゃいます。いただきます。わかりました。持ち帰りだったら大丈夫ですので、はい、あ、この前で食べちゃってもいいんですか。いや、食べちゃってもいい。ちょっとごめんなさい、今は食べるのは中では食べれないさせていただいてるので。あ、中は食べないようにしてるわけです。はい、はい、すみません、販売だけなので1個120円なので。ちょっと待って、細かいのあります。俺も細かいの、ちょっと240円。はい、はい、すみません。これ家まで持って帰りますかね。溶けない。あ、溶けないです。常温で大丈夫です。ソフトクリームですよね。あ、ごめんなさい、醤油ゼリー。ゼリー、あ、ゼリーね、はい、塩味醤油さんの醤油を使ったゼリー。あ、ごめんなさい、ゼリーか。はい、ありがとうございます。はい、ここ見て入れてあります。はい、ありがとうございます。ここは朝霞市の社会福祉協議会が何て言うんですか、運営というかやってるんですよね。いえ、朝霞市商工会がやってます。商工会がやってるんですか、はい、ああなるほど。じゃあ行きますか。はい、お邪魔しました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、おい、よし、じゃあ、じゃあどうもありがとうございます。じゃあ市役所の方へ向かっていきましょう。寄り道しちゃいました。そうですね、隣屋なんです。隣は空き家かな。空き家さん、そっか。今どこでもあれですね、やっぱり食べれない。ああ、お店の中で ね、その隣は歯医者さん。あ、歯医者さん、もう今やってない。その隣はあの浅香の小さな針、はい、はい、整骨院ですね、はい、その隣が普通の3階建ての家ですよね、はい、売りに出てますよ、ここ。高そう。買ってください。買ってください。私にいや、さっき言われちゃいましたけど、そこの隣が左行く道があって、その隣がちょっとちっちゃな駐車場になってて、はい、
その隣が亀さん食堂。やってないですよね。はい、やってないです。シャッターまだ看板はあるって感じです。うん、美味しかったんですよ、ね、僕の好きな昔ながらのチャーハン、あ、違う、チキンライスですね、うん、その隣がビルで、やっと市役所の角まで来ましたね。渡ります？どうしよう、このまま戻る、あ、そうですね、はい、このまま、このまま真っすぐ行くとすぐ左側が朝霞市役所ですけどね、はい、じゃあここ右の方に曲がって、はい、それでまた駅の方に行きます。突き当たりがここは何ですか、美容室ですね。美容室さん、はい、じゃあここをまた右に曲がって駅の方に反対側を通っていきますので、そうするとその美容師さんの駅寄りは何ですか。マックホームさん。あ、マックホームね、はい、不動産屋さんですよね。はい、あ、マックホームさんの手前に工務店が先あります。あ、そういうこと、はい、工務店の隣、奥がマックホー マックホーム、はい、その隣が、その隣はマンションかな。マンションですか、はい、10階建てかな。あ、大きいマンションですね、はい、出来たてのね、はい、出来たての。なんかここは楽器も演奏できるマンションみたいですけど、ね、防音のお部屋が全部あるみたいですね。おっと、隣がちょっと駐車場になってて、うん、また左行く道があって、はい、そこの道を無視してさらに行くと、うん、電気屋さんですか。そうじゃないよ。あ、ブドウ具屋さん。あの、皆さんブドウ具屋さんってご存知ですか。知ってますよ。剣道とか柔道とかそういうやつの洋服なんかとかね。そうですね。面とか。面とか、ね、そういうの売ってますよね。その隣が。何屋さんですか。この隣が電気屋さん。あ、ここが電気屋さんです。普通の電気屋さんですね。その隣が、渡辺、シャッターが閉まってます。あ、そうなんだ、はい、じゃあやってないんですね。この隣は燃料屋さん。燃料。燃料屋さんか。だけどそこもシャッター閉まった。ああ。なるほど。今日は休みが多いのか、もともとやってないのか。この隣はマンション。あ、今度マンション。あ、アパートっていうんですかね、2階建ての。あ。なるほど、木造ですね。うん、そうですね。そうすると、その隣が、駐輪場があって、はいはい、その隣が洋服屋さん。婦人服の洋服屋さん。婦人服の洋服屋さん。その隣は、豚骨の百歩ラーメン。あ、百歩ラーメンね。百歩ラーメンの隣が、また不動産屋さんが、はいはい、この隣にはマンションがあって、やっぱりマンション多いですね。うん、
隣は美容室があるんです、ね、あ、美容室ね、はい、その隣が、その隣は前八百屋さんだったと思うんですけど、はいはいはい、今やってないのかな、あ、やってないですね。この横が東和銀行、東和銀行ね、その間に狭い道があって、ね、ありますね、はい、隣は普通の民家があって、民家、その横がまた3階建てのアパート、その隣は、イタリアンレストラン、なんていうと、スペランザさん、スクランブルを渡って、もうここはちゃんと今展示ブロックの上を歩いてますけど、駅に向かって最初にさっき降りた、上り下りの狭いエスカレーターがあって、その隣がバーガーキング、はい、で突き当たりが上りのエスカレーターで、突き当たりに、銀だこ屋さんがあります、はい、ということで、一応朝金駅の市役所までの案内を終わりたいと思います。また来週お願いします、はい、ありがとうございました。For the sunshine, I pray for the rain. You pray for the sunshine, I pray for the rain. Flood me again, you pray for the sunshine. Hey, you pray for the sunshine.I hope it